令和3年9月19日岡山シティライトスタジアムにて X リーグ2021ディビジョン3ウエストリードエフォートエールズ対佐藤建設スタンディングベアーズの試合が行います。試合開始14時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側ホームスタンド側になります。ホワイトのユニフォームが佐藤建設スタンディングベアーズ、北側バックスタンド側になりますカラーネイビーのユニフォームをまとっておりますのがリードエフォートエールズです。リードエフォートエールズキックオフ、佐藤建設スタンディングベアーズリターンで試合が始まります。エールズ自陣35ヤードからファーストダウンテン。ナイスラン、ファーストダウン。エールズ相手陣43ヤードからセカンドダウン残り1ヤード、攻撃権更新には1ヤード、タッチダウンには43ヤードの前進が必要です。中央へのランプレー、キャリア25番、しかしこれはタイミング合わず約2ヤードロス。エールズ相手陣45ヤードからセカンドダウン内、ナイスラン、ファーストダウン。なにわ区34番ハンドオフから右オフタックルを突きファーストダウン獲得です。エールズサードダウン7。パス不成功。クォーターバック11番ここでミドルゾーンへパス、しかしこれは佐藤建設パスカット、パス失敗でフォースダウンと変わります。エールズ相手陣31ヤードからフォースダウン7、フィールドオールチョイス、キックによる3点を狙います。キックレングス47ヤード。このキックはショート失敗、無得点、攻守交代です。佐藤建設自陣30ヤードからファーストダウンテン。タッチダウン。ランニングバック2番トスを受けてのスイープレー、そこから縦へ切り上がり相手ディフェンス縫うように駆け抜け独走、そのままエンドゾーン駆け寄りタッチダウン。佐藤建設6点獲得。エールズ自陣38ヤードからセカンドダウン15。
攻撃権更新には15ヤードの前進が必要です。インターセプト、ターンオーバー。クォーターバック11番ここで再びパス、しかしこれを取ったのは佐藤建設26番、攻守交代、ターンオーバー。佐藤建設ハーフウェイからサードアウト、15番パスを投げようと後方に下がりましたが、ここで相手のプレッシャーからボールをファンブル、ファンブルしたボールを抑えたのはエールズ、したがって攻守交代、ターンオーバー。エールズ相手陣39ヤードからセカンドダウン6。ナイスラン、ファーストランニバック25番、オプションプレーのピッチを受け右オープンを展開、縦に切り上がりファーストダウン獲得です。エールズ相手陣33ヤードからファーストダウン10。ナイスダウン、ファーストダウン、失礼、ファーストダウンには至っておりませんがナイスゲインです。ランニバック22番中央突破セカンドエフォートで約7ヤードのゲイン。エールズセカンドダウン2ゴール、残り5ヤード。バック19番ハンドオフから右へのブースレック、そこから右オープン展開し相手ディフェンスをかわしながらエンドゾーンに飛び込みタッチダウン。エールズ6点獲得。佐藤建設自陣14ヤードからセカンドダウン20。ファースト、クォーターバック15番ミドルゾーンへのパス、これを1番ダイビングキャッチし、ファーストダウン獲得です。佐藤建設自陣43ヤードからセカンドダウン8。93番トスを受けて右オープンへのスイープレー、オフタックル付近駆け上がり約6ヤードのゲイン。佐藤建設相手陣49ヤードからフォースダウン残り1ヤード、プレーを選択します。ギャンブル、1ヤードゲインしないと攻守交代です。ランニバック13番トスを受けて左オープンへのスイープレー、この判定を待ちます。ファーストダウン至っておりません、したがってギャンブル失敗、ターンオーバー、攻守交代です。エールズ相手陣36ヤードからセカンドダウン11。ファースト、
ヘルズ相手陣14ヤードからファーストダウンテン。タッチアウト。クォーターバック11番ハンドオフオプションから自らキープ、そのまま中央突破し、そのままエンドゾーン飛び込みタッチアウト。リードへフォートウェルズ6点獲得。佐藤建設フォースダウン7、パントフォーメーションを選択します。ここでパントジャブ、スナップが乱れ、パンター15番これを抑えましたが、結果大きく後退し攻守交代です。エールズ相手陣17ヤードからファーストダウンテン。ここでボールファンブル。攻守交代です。ターンオーバー。佐藤建設自陣37ヤードからセカンドダウン6。インターセプト。タッチアウト。佐藤建設ここでクォーターバック15番パスを投じましたが、これを取ったのはエールズ8番そのままサイドライン際を独走、エンドゾーン駆け込みタッチアウト。佐藤建設自陣23ヤードからファーストダウンテン。ナイスファーストランニバック2番ハンドオフから右をフタックルを駆け上がり独走、そのまま大きく前進しファーストラン。佐藤建設ファーストダウントゥーゴール残り7ヤード。インターセプト。ターンオーバー。先ほどの反則はリターンチームになりました。佐藤建設の反則です。ホースからタックル、相手の首元を捕まえ引きずり倒すタックルです。これは近年危険な行為として重大な反則として扱われます。インターセプトは成立しておりますので攻守交代。ターンオーバー。佐藤建設自陣39ヤードからセカンド運転。パス成功。ファーストランクォーターバック15番ワイドレシーバー1番にショートパス、1番キャッチャーのでファースト。佐藤建設ハーフウェイからセカンドダウン15。インターセプト。ターンオーバー。エールズ自陣40ヤードからファーストダウン15。試合時間残り2分27秒。インターセプト。ターンオーバー。ここでエ
ールズはロングパスをチャンスしました。しかしこれを取ったのは佐藤建設、48番。したがって攻守交代、ターンオーバー。佐藤建設、後半1回目のタイムアウトを取りました。ボールオンは相手陣42ヤードから佐藤建設、サーダン6。試合時間残り1分27秒。クォーターバック15番、ワイドレシーバー1番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。佐藤建設、フォースダウン10。プレーを選択します。ギャンブル。ボールオン相手陣14ヤード。試合時間残り1分4秒。パス不成功。再びのフライパス、ターゲット1番。しかしカバーされており、パス不成功です。4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代、ターンオーバー。ヘイルズ、セカンドダウン8。ボールオン自陣16ヤード。試合時間残り20秒を切りました。再びダイブプレー、ゲインは1ヤード。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、佐藤建設スタンディングベアーズ7点、リードエフォートエールズ20点でリードエフォートエールズの勝利となりました。皆様ご視聴ありがとうございました。撮影中はコメント等には対応できませんでしたが、励ましのエール、皆様の声援ありがたく思っております。 X リーグはこのコロナ禍の中ではありますが、有観客として試合を行っております。また配信も協会が許可する試合に関してはこのように配信をしていこうと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。本日は長時間の視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。